はい、ブレーキレバーのね、鏡面加工していきます。で、今回はバフを使わないで手磨きでね、やっていきます。で、こっちが油圧のね、右側ですね、フロントブレーキのレバーですね。で、最初ね、これすごいレバー曲がってたんですよ。で、まあ曲がりをね、直して、まあ、使えるようにしました。最初の状態だとね、すごくね、こうグリップの方から離れてたんですね、両方とも。で、よくこれ握れてたなぁと思うぐらいね、離れてたんですよ。で、そのね、時の動画今見たらですね、このベクスターのもらってきた一番最初のね、動画の時のやつで見れますのでね、もしよかったら見てください。この動画の最後にサムネイルも貼っときますので、あと下の概要欄の方にね、クリックすれば見れるようにリンク貼っときますので、ぜひ見てください。で、今回はですね、このシート使って磨いていきます。で、このシートを買うときね、ちょっと高かったんですけど、エアーでね、この汚れがね、吹き飛んでくれるんで、何回も使えるんですね。で、なかなか切れないし、こっちの方がね、サンドペーパーね、よりもね、もしかしたらね、安いかなと思って、最近ね、こっちの方使ってますね。で、今のところね、まだダメにしたシートないんですよ。結構まあ汚くはなってきてるんですけど、エアでね、汚れっていうかね、削りかす、それがね、一気に飛んでくれるんで、まあ本当ね、もしかしたらお得かもしれないですね。で、ペーパーも安物買うと、なんていうんですかね、こう思いがけない深い傷とか入ることあるんですね。で、日本製のね、ちゃんとホームセンターとかで買ったやつは大丈夫なんですけど、中国製のね、ペーパーはね、結構こうなんていうんですかね、本当に例えば1000番のペーパーに対して粒がね、なんかもう400番ぐらいの粒がこうどっかにこう乗っかってるような、それくらいのね、ちょっと変な傷入ったりすることあるんで、気をつけた方がいいですね。で、これ今ね、すごいこう深い傷があるんで、今これね、3M さんのね、240番今使ってます。で、最初にやってたのは確かね、これ380だか400番だか、なんかそのくらいのやつですね。で、前にですね、このシートのやつ買ったんですよ。で、プラモデル作る人用にこう販売してるような感じで、いろんなね、番手をこう、詰め合わせしてね、売ってたんですね。で、それ買って、それ今ね、使ってる状態なんですけど、すごくね、本当使いやすくていいですね。で、正式名称なんですけど、今ちょっとね、パソコンで見てるんですけど、なんて言ったかな、コバックスのシートだったかな。ちょっと待ってください。今、探します。はい。長谷川名人セレクトってやつですね。プラモデル製作時の研磨作業や磨き出しにぴったり。コバックススーパーアレックスシートセット。と、あとね、専用パッドっていうのがついてるんですね。で、これがね、すごくほんと使いやすいですね。これもね、下の概要欄の方にリンク貼っときますので、もしよかったらね、見てください。うん、360番、600番、1000番、2000番、3000番って入ってますね。で、私、箱で買った、やつが、あれ確か800番なんですよ。足付け用かなんかに使うやつなんですけど、で、それもね、間に入れて、今回ね、磨いていきます。はい。このね、状態でもう、ピカールとかでね、磨き出しちゃってもね、全然いけると思うんですよ。で、まあ、ペーパーね、結構番手、まだまだあるんでね、磨いてますけど、こっからほんとね、もう、ピカールいっちゃっていいと思います。で、もうバフ、グラインダーとかでね、バフがけするんだったら、もう、全然ね、
から行っちゃって大丈夫だと思いますね。今これね、エアーで拭いてるんですけど、汚れがね、飛ぶんですよ、一気に。で、まだまだね、使えるんですよね。で、まあこれはちょっと汚いですけど、これ結構ね、でも使ってるんですよね、このペーパー。ペーパーっていうかシート、いろんなことに。で、まだね、全然使えるんで、本当にね、お安いかと思いますね。これね、剥がしたパッドですね、右側にあるのが。あ、で、これが800番っていうケースでね、私買ったんですよ。あの、かなり入ってて、これ本当、板金屋さんとかがね、使うにはね、いいんでしょうけど、あの、個人でね、こういう DIY のね、作業にはね、ちょっとね、多すぎたかなって感じですね。で、私結構ね、あの、まあ、普通の人よりか塗装とかもしますけど、それでもね、あの、1年、2年はね、多分十分持つと思うんですよ。だから、ケースで買わないで、このね、セットってやつをね、買った方が、買って、それで十分なのかなとも思います。もうね、結構光り出してきてて、今これ800番ですね。黄色いシートは。で、次、1000、1500、2000ってあるのかな。で、全部ね、一応やってみます。でもね、この辺まで来ると本当にもう触ってみてね、ツルツルしてる状態っていうのはすごくわかるんですね。で、最初はね、380でしたっけ、あれで一生懸命、ね、ゴシゴシやってたんですけど、もうこの辺来るとね、ほとんどね、作業することもなく、あっという間にね、終わっちゃうような感じですね。で、今ね、落っことしましたけどね、もうだいぶね、ツルツルになってきてるんで、滑るんですね。で、これレバーもね、すごく汚くなったらね、もう新品ね、買っちゃってもね、そんな値段じゃないと思うんですけど、私、今回はね、なるべく使えるものは、この、使ってみようということでね、今回修理しているので、で、まあ、曲がりをね、直してそれだけでも全然使えるんですけど、まあ、せっかくなんでね、今回ちょっとね、磨いてみました。私ね、PCX の150今乗ってるんですけど、そっちもね、こんな感じで、ピカピカにしてあるんですね。で、確かにね、これやっちゃうと、腐食がね、始まるんですよ。ただ私の場合、昼間は外に出してますけど、夜はね、家のガレージに入ってるんで、で、まあ雨の日とかも乗るんですけどね、まあ3ヶ月ぐらいはね、全然持ちますね。で、そのままほっといてもね、6ヶ月ぐらい多分いけると思うんですけど、まあ、そこまで6ヶ月までね、そのままにしちゃうと、腐食磨くの大変なんでね、3ヶ月ぐらい経ったところでね、磨くようにはしています。もうほんとね、5分もかかんないで磨き終わるんで、で、今回ね、このペーパー買ったんですよ。で、5000番とかあったんでね、あ、珍しいなと思って買ったんですね。で、今これ私240でしたか、頭が。で、それよりね、もっと荒いのも本当は入ってたんですけど、知り合いの人がね、ちょうど塗装するっていうんでね、サビとかも落とすっていうんで、荒いのはね、全部私どうせ使わないので、知り合いの方にね、あげてしまったんですけど、で、今回はね、試しにちょっと、この一番細かいのだけで、ちょっと使ってみようかなと思って、使ってみました。で、確かにね、細かいんですよね。で、もうほんとね、ここでもうやめちゃってもいいかなっていうぐらいなんですけど、一応ね、この後、
研磨剤使ってね、ピカール使って磨きました。やっぱりね、あのペーパーとかね使っ当てて磨いてるとね、どうしてもその引っ張った方にね線っていうのがどうしても入っちゃうんで、やっぱりねピカールで磨いた方がいいかなってことで、この後ですねピカール使って磨いて終わりにしました。で今回はねそんなに時間かけないでね、もうこの今ちっちゃいこっちにねピカール入ってます、入れ替えてあります。でまあこのスクーターまだね今からボディの塗装とかするんで、このレバーがね取り付くのはもっと1ヶ月とかね先になると思うんですけど、でまあ取り付けてね乗り出してね、まあ、3ヶ月は多分大丈夫だと思うんで、3ヶ月後にぐらいにねまた磨こうと思ってます。で今回ねボディの塗装とかして、もしクリアとか使うんだったらもうめんどくさいからね、このベクスターの方のこのレバーはねクリア塗っちゃってもいいですしね。ただクリア塗るとちょっとね光がね落ちるんですね。まあでも別にあんまりね気にしてないので、まあ、クリア塗ってねもう後々のメンテナンスなしっていうの、でもねいいかもしれないですね。でこれ1本ですね、なんだかんだ30分40分ぐらいはねかかってるんで、もうもしねディスクグラインダー持ってるんだったらバフ買ってねバフ掛けで一気に終わらせちゃった方がねほんと楽ですね。でまあ今回はねこれくらいで終わりにしようかと思います。でもう1本ねあるんで、そっちもね一気にやって、このね丸いところ傷がねなくなってよかったです。結構ね深かったんですよね、だから240番のペーパーでねガリガリやってね丸がちっちゃくなっちゃって見た目が変になるかなと思ってたんですけど、そんなにねわからないぐらいの感じですかね。で今上側にあるのがまだ作業してない方なんで、こっち一気にやります。でまあやってること同じなんでね、そっちの作業は省略させて、あとはもう両方磨いたのを並べて終わりにしようかと思います。こっちの方がねこう削っちゃいけないっていうか、あんまりこう触れたくない部分っていうのが少ないんでね、作業は楽でしたね。はい、こっちはねもうこの後すぐ完成しちゃった場面になります。はい、こんな感じですね。でこのね本当スーパーレックスシート、これレモンシートってやって黄色いやつ800番、足付け用にね買ったんですけどね、すごくいいんで、あとその長谷川名人のねセレクトしたやつ、両方ともね下の概要欄の方にリンク貼っときますので、もしよかったらね見てください。はい、どうもご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。